みたいなところで、またね、振り返るんですけど、まあ、こんな感じでしたね。はい、あ、勝ってますね、リーグ戦。リーグ戦じゃないわ。ポルトガル代表のスウェーデンかな。初戦勝ってるな。スウェーデンかな。中古わかんないけど。勝ってて、イタリアはね、引き分けたというところで、でね、チームのウルブスに関してはね、もうすこぶる調子がいいですね。見てもらったらわかるように。すこぶる調子が良くて、12月31日を最後に負けてないな。うん。1月、2月、3月と、もう引き分けどころでもないしな。ほぼ勝ってる。はい。チーム状態がね、まあ、かなりというか、まあ、チーム状態というかね、まあ、補強してるんで、なんとも言えないですけど、まあ、チームとしては乗り乗ってるかなと、いうところです。で、前々回ぐらいからね、まあ、このパリーニャ、補強した上でね、まあ、新フォーメーションで、やってるということで、まあ、これがね、割といい感じなので、しばらくはね、これでいこうかなと、思ってます。はい。というところで、今日に関しては、まあ、遺跡周りがね、もうなくなったので、まあ、1時間半あればね、まあ、3試合ぐらいこなせるかなということで、チェルシー、マンユー、シェイフィールド。チェルシー、マンユー、シェイフィールドか。まあ、結構重いですけど、はい。やっていきましょう。危ないね。うまいな。うまいね。危ないね。あいつうめえな。ちょ、攻められてるな。さすがに攻められてるぞ、お前ら。言うても俺たちの方が順位上だからな。危ない危ない危ない。危ない。なんで抜けんの、今ので。今。実はさあ、何してんだよさあ、おい。ああ何してんさあ、お前。まあ、さあだけの問題じゃないけどさ。いや、この、このスピードなら頑張れるだろう。こんなコロコロスピードならさ。よく見たら結構速いとかでもないぞ。普通によく見てもコロコロしてるぞ。ルカクが待っている。もうさあ何してんの。完璧なボレーでした。いやもうそのさ、そのさ、まあさあだけの問題じゃないけどさ、俺さ優勝ワンチャンあるかもと思って今日来てんのよ。優勝ワンチャンあるかもなと思って今日来てんの、お前ら。分かってるか。ああ、もうガラ空きで。恥ずかしいわ。あ、まあ、また抜きか。さあ、また抜かれたんだ。また抜かれたのはしゃあないか。はい、終了。ここで試合終了です。優勝できません。敗れたのは、はい、もう私たち優勝できません。雑魚です。すいません。以上です。現場から以上です。はい、サラの安定感はさすがだなと思ったけど、まあ、やっぱいいね、トラ、俺いいよ。いいんじゃない？ナイス。先制ゴール。アダマ。ちょ、語ること多いんだよな。ちょ、今だから常に語るけど、なんかトラ俺が今節からベンチにいました。はい。ベンチにいましたし、途中出場してました、リアルで。ここでディフェンダーを突破して、フラム、トラ俺がね、を作り出しました。次週フラムとね、次週フラムと戦うということで、楽しみです。トラオレの登場が。素晴らしいフィニッシュですね。楽しみです。ちょっと。ショートコーナー。頑張ってほしい。危ないな。さ、すっと攻められ、空いてる空いてる空いてるって。空いてるだろ。キーパーが簡単に止めます。開けに行ってるやん、お前ら。いやー、今のはもったいない。ウルバーハンプトンのボールです。多少笑顔がこぼれてもね。グリーズマン、いい。グリーズマンが時間稼ぎ、あ、そう、時間稼ぎ、時間稼がないと。バカバカバカ。危な。スロービルドアップ、ここでこそスロービルドアップよ。じらすじらすじらすんよ。グリーズマンいい粘りよ。ロングシュートです。うわゴール。うわ、ロングシュートが決まった。えっく、これはキーパーも意表を引かれたようです。えっく、お、かっこいい。お、かっこいい。ちゃんと見下ミドルだからいつもより気合入ってるわ。えっく、これ今週のベストゴールだわ。ナイス。残り時間割りないよ。危ない。さあ、さあ出ていかないと。さあ、さあ出ていかないと。さあ押せえよ。マンユーがなんか変なパスしたから救われたな。
いや、魂のファイバックにしてもあんま変わんないな。試合終了です。ナイスナイス。アウェーチームがこのリーグ戦で勝利を収めました。結果的にファイバック来たかもな。の見事な勝利です。攻守にわたって評価されるわ。俺の戦略がこれでリーグ戦にさらに弾みがつくといいですね。素晴らしい。これで順位キープした。ナイスナイス。チェルシーに負けて情けなかったけど、悔しかったけど、マン U にしっかり勝ったな。ナイスナイス。でこのゴラッソね、これコースもな、コースも素晴らしいよ。これこれはキーパーも意表を突かれたようです。このコース素晴らしいよ。かあ、たまらんね。アタッキングサードに入ってきた。ナイスラウンド。グリーズマン、シュートチャンスに。グリーズマン、クロスバーに当たった。ゴールならず。シュートはには定評があります。守りに絶対の自信があるチーム。いいパス出た。いやー、オフか。だったんですが、オフか。さすがにいいパスやなと思ったけど。いいね。いや、アイデアいいな、グリーズマン。なんでそんな下げる。なんでそんな下げすぎだろう。なあ、ロングシュートで狙う。下げすぎやってるな。ゴールキーパーが抑えます。ロナウド、なんそんな難しいプレーして下げんの。ロナウド、そんな難しいチャレンジで下げる。グリーズマン、決まりました。先制点。ボールを支配し得点を奪いました。おー、これまでもチャンスは多かったので。え、これがグリーズマンの一軍パフォーマンスなんかな。これじゃないんだけど。スルーパス、なんか電話みたいなやつじゃないっけ。グリーズマンってシュートは威力もコースも完璧でしたね。あ、これ逆疲れたんかな。キーパーハイライトになるんじゃないでしょうか。逆疲れた感あるな。ちょっと擁護したけど、擁護するとしたら逆疲れた感。チェルシーも誰でも似合いそう。ロナウドいいね。ナイス。続けざまにゴールを決めました。これで2点差です。冷静冷静。ナイス。いいパスも来たけどね。いいパスも。お、いいアングル。ね、見た今のロングシュート、シュート力、決定力のステータスはまだまだ一戦級なんよ。さすがロナウドやね。普通に青がかっこいいと思っただけだったから。見てみよう。ドリブルで相手ゴールに迫ります。すごいよ。ナイス、ナイス。来たー、ゴール。これはまだまだおじさん元気です。そう、来たね。グリーズマンとこれ熱くない。リプレイですね。グリーズマンとこれ熱いだろ。ところに入れてきました。そしてクリスティアーノ・ロナウドのこのフィニッシュ。冷静やね。あれだけマークされていても決めてきました。ちゃんと待ってるな。さすがですね。これちゃんと待ってるわ。完璧やね。あるか、ハットトリック。ハットトリックあるか。今シーズン誰もハットトリックしてないんじゃないかな、うちのチーム。前半はここまで。試合終了まであと2分。危ない。オフサイド手挙げたけど、オフじゃないか。絶好の。危ないよ。ナイス。キーパーが簡単に止めます。いやー、今のはもったいない。至近距離からの得点のチャンスを無駄にしてしまいましたね。ハットリックなかったか。試合終了です。ホームチームが見事に勝利を収めました。今日最初の試合ね、チェルシーに、まあ、2-0 でやられてね、本当になすすべなかった。うん、まあ、観戦で見てますけど、まあ、FIFA 的に言うと、負けるべくして負けた試合なんだけど、なんかちゃんとね、その世界観というか、このサッカーの世界に入って言うんであれば、もう本当になすすべなくて、もう単純に個の力の差をね、なんか見せつけられたような試合でチェルシーに負けたんですけど、まあ、その後ユナイテッドはね、もうユナイテッド戦負けたら、もう順位がね、一気に落ちるっていうところだったんだけど、まあ、ユナイテッドはね、しっかり勝ってね、続くシェイフィールドもね、しっかり勝って、まあまあなんとか持ち直したかなと。そんなこんなで、我々ウルバーハンプトン・ワンダラーズは現在3位と。うん。さっきも言ったけど、これからずっと勝って、最後ら辺に控えてるね、シティ戦に勝てば、ワンチャンあるかなと。まあ、正直俺たちよりも取ってないものがワンチャンある説あるけど、
残り試合ね、もう一戦も落とせない。少なくともシティ以外はマジで落とせないね。あの試合がね、続くかなと思います。うん。シティまず全勝した上で、シティに勝つか勝たないかだからな。うん。ゲームのシティもバカ強いから、そう簡単に負けないと思うから、俺たちはとりあえずシティ戦に行くまで全勝しないといけないから、残り、1、2、3、4試合。とりあえず4試合全勝してね。シティを迎えたい。今日は終わるかなと思います。はい。お疲れ様でした。